こんにちは、この部屋の小島です。今回は Google Analytics の使い方実況中継プログラムのご紹介をしていきたいと思います。まずこのプログラムを学んでいただくことで何ができるようになるか、手に入るかというとですね、あなたのサイトに来た人、アクセスしたユーザーさんの属性、どんな人なのかっていうのが分かるようになる。そしてその人たちは一体あなたのサイトにどっからやってきたのかっていう非常に意味のあるデータを取ることができます。さらに細かいところまで言うと、どんなキーワードで来たみたいなのも分かるようになるんですね。で、これをやるとあなたの今のウェブマーケティングの課題の抽出ができます。どこが今弱いのか、でそしてそれが分かると改善点の立案っていうのができるようになるんですね。これが悪いから、じゃあこうやっていこうっていう対策を打っていくわけなんですけども、まあ、それがねウェブマーケティングの運用なわけです。で、この今回のプログラムではこのサイトの分析をして改善点を出すっていうのを、僕らのケーススタディを交えながら一部始終をお見せしていきます。まずね、大前提としてブログとかホームページ運営とかってね、大変だと思うんですよ。で、勉強していると、まあ、受注ハック、Google Analytics ってね、言葉が出てくると思うんですけど、大半の人は、なんのこっちゃって感じだと思います。なんだね、Google Analytics とはって感じだと思うんですけども、まあ、ただ、これがわからないと効果とか計測できないんで、結局はやってても無駄になっちゃうんですよね。多くの人はやっぱ効果を測りたいとか、ちゃんと実践していきたいと思うんだけども、なんせ Google Analytics っていう壁がやってくる。それどうしたものかな。で、今回のプログラムはそれを一気に解決しましょうっていう内容になっています。で、ぶっちゃけて言ってしまうと、 Google Analytics っていうのは全部数字見る必要ないんですね。ここだけ見てくださいっていうの決まってます。で、そのここだけ見ればいいんですよ、スモールビジネスのウェブ集客ではっていうところを抽出して今回お伝えしていきます。で、今回、メイン、主役となる話っていうのは、Google Analytics を使って、こういったツールを使って、現状把握から改善点アイディア、ここまで息つかんでやっちゃいたいと思います。で、それを実際真似してやってみてください。で、実際僕らが現場の裏側でどういうふうに普段サイトを分析してアイディアを出し合っているのかっていうところを余すところなくお伝えしていきますんで、ぜひ見たらすぐに実践していってください。ではプログラムでどういったことをやるのかっていう内容をスライド資料を交えてご紹介していきます。はい、ではプログラムの内容について見ていきましょう。まずはじめに知っていただきたいこととして、ユーザー属性ってものがあります。性別、年齢、都道府県比率、OS 比率ということですね。自分のサイトに来てくれてる人がどういう属性なのかっていうのを調べていきます。 OS っていうのは Windows とか Mac っていうところですね。どういう属性の人が多いかっていうのを知ることで対策が打てていくということなんですね。で、分析をした上で今後の施策っていうところなんですけども、ちょっと突拍子もないことがここに書かれていますが、これは実はプログラムの中で実際に僕らがリサーチをして Google Analytics を見て出したアイディアっていうところに通じてくるんですね。なので、それはどういうふうな経路でこの施策を打っていくのかっていうところをね、そのプロセスをちょっと楽しんでいただければというふうに思います。さっきの属性から把握したアイディアというところですね。で、新規とリピーターの調査ということなんですけども、基本的にウェブサイトを運営していく上では、新規で来る人、繰り返し来る人の2つにしか分けられません、基本的にはね。なんで、この新規で来る人の割合、リピーターの割合ってものをサイトでも見ていく必要があるわけです。その見方についてお伝えしていきます。で、訪問経路ですね、これもとても大切。オーガニックということで、検索を自然にね、オーガニック検索ってよく言いますけども、検索をして訪れた人。メルマガとかブックマークからリンクを直接踏んできた人、ソーシャルメディアから来た人、他のサイトでなんか紹介されてなんかね、リファラルとして来た人っていうところですね。他のサイトにリンクを貼られたみたいな感じですね。なんでこの4つが基本的にチャンネルってなるんですけども、これを知ることはものすごく大切になってきますし、今後の施策ってところとても大切になってきます。で、訪問経路になった SNS ということで、SNS にちょっと絞ってやっていきますけども、Facebook、Twitter、Instagram、YouTube っていうことですね。で、これが SNS の代表格になりますが、各メディアから、各ソーシャルメディアから、どれくらいの人が来てるんだっていうのを、ぜひ、あなたのサイトで見てみてください。その見方についてお伝えします。で、分析をした上での今後の施策なんですけども、ソーシャルメディアの強化、Facebook 以外に投稿、メルマガ引き続きコンテンツ強化っていうことなんですけども、さっきのソーシャルの値を見て、自社だったら、どうやっていくのかっていうね、考え方をね、ちょっとね、照らし合わせながらね、この辺は学んでいってください。
で、アクセス増加に影響したページの調査と訪問経路、オーガニック。これも先ほどと同じですね。アクセスがいきなり増えている、あるいは減っているっていう、そのね、急激な変化とかがあると思うんですよね、運営していくと。その時の原因調査の方法について見ていきます。で、分析した上での今後の施策ですけども、無料オファー DVD ケット、DVD アンネスはメルマガってことで書いてありますが、これもあなたのサイトに照らし合わせて考え方のプロセスをすべてシェアしますので、一緒にアイディアを出しちゃいましょう。で、検索クエリ、キーワードの調査ってことですが、実際このね、検索クエリっていうのをやってみると、どういうね、キーワードで自社のページとかサイトに来てくれてるのかっていうのがね、一目でわかります。なんでそのサイトに来た人はそのキーワードに来たわけですから、そのキーワードを対策していけばいいというような流れになるわけですね。で、分析した上での今後の施策4ということで、該当記事のリライトをしましょうということですね。で、該当記事の終焉情報の記事を書こうとか、該当記事の比較記事も検討しましょうということで、ね、人気の、まあ、記事がわかるわけですよ。自社の中でね。自社のサイトの中で、この記事がうちだと結構来てると。その記事が分かったら、もっと改善する必要があるわけです。せっかく来てるんだから。1位ならまだしもですね、上位にね、もっともっと活かせるべきなので、どういうふうにその記事をより人気にしていくか、より拡散していくか、ってところのテクニックとかやり方をお伝えしていきます。で、マイレポートとカスタムレポートってことで、マイレポート、カスタムレポートとは、レポートテンプレートの検索方法とは、2クリックでレポートをインストールする方法ということで、まあ、アナリティクスにはたくさんの数字、データがあります。でも、一からね、自分でそれをまとめる必要は実はないんですね。実はありません。Google Analyticsはこのレポート機能っていうのは充実していますので、まあ、テンプレートなんかも結構ね、ネットに落ちてます。その見つけ方とか、テンプレートの活用方法についてもお伝えしていきますんで、ぜひね、このレポートをまとめてアナリティクスのデータは自社のね、手元に置いておいてください。非常に大切な管理方法になります。っていうね、プログラムの内容なんですけども、まあ、こんな方はぴったりですよってことで、当てはまる方はね、ぜひお申し込みください。自社のサイトの訪問者の傾向を理解して、属性とか傾向を理解して、集客につながるサイト運営をしていきたい。これはね、皆さん当てはまると思います。自社のウェブ集客の改善点、弱点を明確にして、正しい施策を行いたい。やっぱりなんとなくなんちゃってでね、ウェブ集客やってるといつまでもコストとか時間ばっかかかって集客にはつながりませんので、ぜひ弱い部分、まあ強い部分もそうなんですけど、分析をして施策を打っていってください。で、実際に僕たちがどういうふうに現場でやっているのかっていうのを一部始終お伝えしていきます。で、やっぱりね、この辺の管理とかって自分のサイトは自分で育てていくべきなので、やっぱオウンドメディアなのでね、やっぱそこは自分で育てていってほしいんです。なんで、その商売の手綱は自分の手で握って、他のね、自分が一番ね、自分のビジネスを知ってるわけですから、他に委ねるんじゃなくて、最低限の数字は把握して、正しいね、記事を書くなり、コンテンツを作るなり、やっていってください。まあ、こんなようなことに当てはまる方は、ぜひね、ぴったりだと思いますんで、お申し込みください。はい。以上がプログラムの内容になります。でやっぱりね、ウェブ集客で唯一の成功法則、これはいつもね、お客さんとか生徒さんにも言ってることなんですけども、唯一の成功法則は何かというと、PDCA を回すことなんです。まあ、運用サイクルですよね。で、やっぱり僕たちのセミナー参加者でも、なんとなくサイト運営をしている人と、ちゃんと数字を見て戦略を立てている人では、全然効果の速さとか数字面でも、雲泥の差が出てくるんですね。なんで、見なきゃいけないわけです。なので今回の Google Analytics を通じて現状把握、改善点のアイデア出し、立案というところまでを一部始終ね、お伝えしますから、本当にね、これは僕らのケーススタディですけども、あなたのサイトに当てはめれば、丸ごとできることなので、ぜひこの機会にアナリティクスから逃げずに一緒に実践をしていければというふうに思います。あなたのお申し込み、心よりお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。